豊田弓野はドイツのケルン生まれの男性バイオリニストである。父はバイオリニストの豊田浩二、母はピアニストの豊田玄師。父浩二が在王中の1962年にケルンで生まれた。バイオリンを父浩二にピアノを母元子に習い、ベルリンで行われた全ドイツ青少年音楽コンクールのバイオリン部門で優勝、スタインウェイピアノコンクールで第1位に入賞した。 1973年、11歳で、パリ音楽院に入学し、バイオリンを、ジェラール・ジャリ、室内楽を、ジュヌビエーブ・ジョワに指示した。1978年に、パリ音楽院を卒業し、同年、ルゼルン音楽祭に出演した。1980年、第42回ジュネーブ国際音楽、コンクールバイオリン部門で、第1位なしの第2位、1981年、 ドン・ティボー国際コンクールで第4位を受賞した。この間、主にアルティュール・グリュミオに支持するほか、ユーディ・メニュイン、ジョーゼフ・ディン・ゴールド、シェベーク・ジェルジにも支持、ナタン・ミルシテーンのチューリッヒ講座には5年間参加した。1982年には日本でのデビューリサイタルを開いた。1985年、バンベルク公共楽団のコンサートマスターに就任。 1988年、ベルリン放送交響楽団に移り、また、ベルリン弦楽三0相談を結成した。1991年、ローザンヌ室内管弦楽団の主席コンサートマスターに就任した。ビュルテンベルク室内楽団のコンサートマスター、日本フィルハーモニー交響楽団ゲストコンサートマスター、仙台フィルハーモニー管弦楽団ゲストコンサートマスターを務める。 東方学園大学音楽学部教授も務めている。ありがとうございます。